ステビアは、パラグアイをはじめとする南アメリカ原産の、キクカステビア属の多年層。草丈は50センチメートルから1メートル前後、茎は白い細毛に覆われている。夏から秋にかけて、枝先に白い小花を咲かせる。アマハステビアという別名も存在する。ステビアの花ステビアは、甘味成分として、ステビオシドやレバウディオサイド A といったテルペノイドの、 解凍体を含んでいるため、甘味料として用いられる。なお、ステビオシドは、ステビオサイドとも呼ばれる。ステビオシドは、初頭の300倍の甘味度を持ち、原産国の一つであるパラグアイでは、古くから、マテ茶などに甘味を付与するためや薬草として、用いられてきた。現代においても、ダイエット用食品や、糖尿病患者用メニューなどに、砂糖の代わりとして用いられることがある。 ステビアは1971年に大阪の森田化学工業によって世界で初めて商品化された。甘い味の醤油が好まれる九州地区向けの醤油には各メーカーがステビアを用いることも多い。また1990年には大塚製薬の清涼飲料水であるポカリスエットステビアが発売された。2007年6月にアメリカの大手食品メーカーである ザコカ・コーラ・カンパニーとカーギルが24の特許を申請し、ステビア甘味料の販売を行うことが発表された。また、ザコカ・コーラ・カンパニー、および同じく飲料大手のペプシコインク、サントリー食品インターナショナル、アサヒ飲料などが、ステビアを使った一部の炭酸飲料を含む、清涼飲料、および缶コーヒーが現在発売されている。動体動物実験によれば、 蛍光投与されたステビオシドは、小腸では吸収されず、腸内細菌によってステビオールに分解される。このステビオールは最終生成物であり、構造を変えずに排出される。食品添加物としての認可状況ステビアの抽出物が食品添加物として認可されている国は、2008年12月までは日本、ロシア、台湾、マレーシア、ブラジル、 韓国などである。これに対して、アメリカ合衆国、EU 諸国、シンガポール、香港などでは既存の甘味料業界のロビー活動により認められていなかった。このために、ステビア抽出物を甘味料として使用した日本のインスタント食品や清涼飲料水、スナック菓子などが、それらの国で販売禁止になったり、撤去されたことがある。アメリカ合衆国では、 1994年からサプリメントとしては認めていた。その後、アメリカ食品医薬品局は2008年12月18日までに、シカゴにある甘味料オーテメリサントが承認の申請をした、ステビア甘味料、ピュアビア、及びミネソタ州の穀物商社カーギルが申請した、ステビア甘味料、トゥルビアを承認した。なお、2003年3月に、 日本が中心となり、厚生労働省を通じて JKF へ申請し、2004年6月にはステビア甘味料の暫定アディが設定された。2007年6月には正式なアディが定められた。ステビアは、ブラジル及びパラグアイの先住ン,ングアラニー族が単に、甘味料として用いるだけでなく、医療用として、心臓病、高血圧、胸焼け、 尿酸値を低くするなどの目的で使用してきた。グアラニー族にとっては、ステビアは、神聖な植物であり、崇拝の対象であった。現代でも、糖尿病や高血圧の治療や、検疫剤、二日酔い、精神的疲労に対する、競争剤として利用されている。他にも、原産国の一つであるパラグアイでは、古くから成長剤として、また、美容のために全身に塗ったり、 防虫剤としても利用された。このこともあり、現在では、ステビアの茎の部分を主原料とし、発酵後に数年間熟成させた健康飲料や化粧品への応用もされている。なお、ペルーの先住民は避妊に使用したとされるが、その後の研究で避妊効果は否定された。マイワシ油を使った抗酸化力の実験では、ステビアの茎を熱水抽出したものは、 緑茶の5倍以上の抗酸化力が証明された。このほか、ヒスタミンの解毒作用も確認されている。2006年5月25日から27日に行われた第49回日本糖尿病学会年次学術集会にて、千葉大学薬学部の研究グループにより、ステビアが2型糖尿病の原因の一つであるインスリン抵抗性を細胞レベルで改善する。 可能性があるという自然抽出物では世界初めての発表があった。消化器系研究に関して最高権威である米国消化器病学会週間では C 型肝炎ウイルスの抑制について発表された。HCV レプリコンシステムを用いての抗ウイルス効果についての解析ではステビアエキス濃度が高いほど C 型肝炎ウイルスを抑制した。そのメカニズムとして 細胞内インターフェロンシグナルの誘導が示唆された。ステビアエキス常用患者において副作用はほとんど見られない。ステビアエキスは安全で効果的なウイルス薬になる可能性がある。との結論が導き出された研究結果が米国肝臓学会で演大採択され、米国消化器病学会週間で公開された。ありがとうございます。